ツタウルシは、ウルシカウルシ族の落葉ツル生木本。シウイ有一種。有毒植物。ツルに気根を出して、他の樹木の幹を生え上がり、日の当たる場所で枝を広げる。若い枝には、褐色の毛が密生するが、後に毛はなくなり、小さい赤褐色の皮目が多数できる。葉は誤生し、三出複葉で、傭兵は、長さ3から10センチメートルになり、傭兵には、 褐色の毛が治癒する。醤葉は卵状大円型で、先は短く尖り、基部は A 形から円形。頂き醤葉は長さ5から 15cm、幅3から 9cm、醤葉兵は10から 20mm、側醤葉は長さ5から 12cm、幅3.5から 7cm、醤葉兵は2から 4mm になる。葉の表面は無毛。 地面の側脈の基部に褐色の毛が生え、葉の縁は全縁となるが、若い個体の場合は、小葉の縁に荒い巨子がある。花器は5から6月。溶液から相乗過剰を出して小さな花が多数つく。学編は5個で、長さ1から1.5ミ、mm、リメートルになる楕円型で先が、丸く色は緑色。花弁は5個あり、長さ2.5から3ミリメートルになる、長楕円型で、 黄緑色になり、大花、雌花もに反り返る。大花には、湯水が5個あり、雌花には退化した、湯水5個と雌しべが1個ある。花中は、先が3列する。果実は、直径5から6ミリメートルになる平田休憩の角下で、8から9月に、気褐色に熟し、縦に筋があり、表面に田んぼが治療する。角下の外か日は後に剥がれ。 白い漏出の中華比が露出する。葉は晩秋に赤や黄色に紅葉する。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の落葉樹林内に生育する。高木などの幹に気根を出して巻きついたりなどして生え上がり、または日の当たりの良い場所の倒木や岩盤、道路の利面のコンクリート用壁などを這い回る。海外では、 カラフト、南千島、朝鮮半島、中国大陸に分布する。歯に、漆成分のラッコールが含まれるため、触れるとひどくかぶれることがある。和名及び、学名の記載はイリストによる。ありがとうございます。